北の湘南と言われているニカホーって湘南。今日はですね、この春オープンしました宇州浜街道ニカホ陣屋さんにやってきました。こちらは物産館のようですが、今回はこの方に教えていただきましょう。秋田のとのこと佐竹知事。はい、サンデンさん待ってましたよ。知事、お久しぶり。お久しぶりです。はい、ね、これニカホ陣屋、はい、ね、これ実はね、秋田のね、うまいものがね、びっしり詰まってるんですよね、はい、地元のね、農家の皆さんと企業の経営者の方が一緒に作って運営している六次産業化の拠点施設という。六次産業って何ですか？なかなか難しい。難しい。これね、はい、農業だとかね、はい、漁業、一次産業、はい、それをいろんな面で加工する二次産業、二次、はい、それをね、売る、それが三次産業。三次、はい、1×2×3、はい、6でしょう。なるほどね。いわゆるね、自分たちでね、取った、ここで取れたもの、はい、これをね、加工してね、付加価値高めてそれを販売する、はい、これが六次産業化ですよね。あ、なるほど、それを実践してるわけですね。そうですね、はい、じゃあ早速いきましょう。はい、はい、お願いします、ね、お供します、はい。ニカホ陣屋の夏井さんです。こんにちは。夏井さん、はい、こちらの施設を紹介してもらえますか？はい、こちらの施設では地元の農産物、そば、お魚を直売したり、惣菜や干物を加工して販売しているほか、手作りジェラートを販売するなど、地元の美味しいものがたくさん揃った複合施設です。施設の中で加工してるんですね。そうですよね。この地元でね、加工してそれをね、販売することで付加価値がぐーんと高まるんですよ。そして雇用にも結びつきます。なるほど、はい、夏井さん、はい、せっかくですからこの時期のおすすめを教えていただけますか？はい、どれもおすすめなんですが、うん、今旬の岩牡蠣、岩牡蠣、それから魚の干物、あまりのったものをおすすめしたいと思います。うわー、じゃあ知事、いただいちゃいましょうよ。梅の、それではいただきます。いただきます。どうぞ。早速これ岩牡蠣、これ梅なんだもんね、お一口どうですか知事？何もかも何もかも何もかもです。いや、知事美味しかったですね。うまいしな、うめしな。さあ夏井さん、はい、今後のビジョンを聞かせてもらえますか？はい、4月のオープン以来いろいろ試行錯誤を繰り返しました。今後もいろんなサービスやアイデアで地域の活性化や雇用の拡大に貢献したいと思ってます。六次産業化の、ね、取り組みはね、農林水産業を、ね、基幹産業とする、ね、この秋田県にはね、大変ふさわしいビジネスなんですね。特にこれからはね、このようにね、生産加工そして販売のね、それぞれのね、ノウハウを持ち寄ってね、取り組んでいくことが大変大事なんです。これからね、地域に根ざした大きな産業としてなるようにね、県もね、一生懸命応援していきます。あ、心強い。地域の皆さんにどんどん元気になってもらいたいですね。そうですね。それでは行きましょう。ニカホ陣屋とかけてサラブレッドと解く。え、知事がやるんですか？そうよ。え、その心は？うまっ、いいっすなぁ、うまっ、いいっすなぁ、何もかもね。私の秋田ビジョン、海鮮丼一押しです。